ております。こんなパワースポットがたくさんの指宿市、本当に新幹線でぐっと近くなりました。それでは続きまして、薩摩川内市の PR をさせていただきます。薩摩川内市から参りました、薩摩川内市肥後丸と言います。皆さんどうぞよろしくお願いします。8分で行けるようになりました。本当にぐっと身近になったと思うんですけれども、今回は